みなさん、おはようございます。メリーです。また台湾に帰ってきてます。ママと一緒に、家の近くのスーパーに行きます。ママです。なんで走っちゃうの。で、今回は視聴者様からデリーの YouTube って何を見たいですかって聞くときに、なんか台湾のスーパーとかコンビニで買えるものをご紹介してほしいって言われてることが多いので、本当に地元の人が行くスーパーでも買える美味しいものをご紹介したいと思います。で、私もいつも台湾帰ってきたらたくさん食べ物を買って日本に持って帰るので、なんかそういう日本の方でも好きかもしれないものについてちょっと紹介できたらいいなと思います。スーパーに着きました。ここは家乐福っていう台湾で結構大きくて有名なスーパーです。私が住んでる民生社区エリアにはここが一番大きいので、いつもここに来てます。すごく旧正月の雰囲気もあります。今日は旧正月なので真っ赤のセーター着てます。新年快乐。ママはこういうの大好きです。いつも買って台湾のデリーのお店に飾ってます。旧正月のお花とかそういうの販売してるんですね。これも可愛いですね。何これ。お年玉入れ、本包。これにお金を入れて家族とかに星玉をあげる。いろんな形とか文字が書いてあります。你要买这个。これ買うらしいです。どこに飾る。你要放哪里。ドアに飾るらしいです。トラが宝物を持ってきてくれるっていう意味です。台湾のスーパー本当に何でも売ってます。東洋カートみたいかもしれないですね。新宮とかそういうのもあります。服まーちゃんの枕です。ここのエリアは果物とか新鮮の野菜とかそういうの売ってるところで、日本には持って帰れないのでちょびっと見ていいかもしれないです。台湾産のパイナップルです。あとパパイヤ、ドラゴンフルーツです。野菜エリアが野生的ですね。台湾の火鍋の素材ですね。量り売りで購入することができます。火鍋用のお肉がたくさんあります。火鍋用なのでちょっと薄く切ってますね。パチいっぱいある。すごい。ハモの血とかもあるね。豚血か。ソーセージ大きい。手がこうで、台湾の鳥は頭ついてる。なんかちょっと怖いかもしれないんですが、ついてますね、みんな。と、冷凍の漢方のスープとかもたくさんあるので、本当に家でご養生するのもすごく簡単ですね。羨ましい。日本の柿とかも販売してます。ママ大好き。ママはパーカーを購入します。これはお正月の時に食べるケーキみたいなものですね。これ食べたらお金が入ります。日本の方も馴染みのディンタイフォンのシリーズもいろいろありますね。ただこれ全部冷凍なので日本には持って帰れない。持って帰れたら最高だけどね。いろいろここも全部お正月用のお肉とかソーセージとかそういう感じのものです。じゃあ私が大好きなコーナーにやっと着きました。火鍋コーナーです。大好きなところもうたくさんあります。マラの鍋とかからタイの鍋とか鴨の血とか山菜鍋とかマラヒ鍋とかシュートーフとか、あとちょっと箱に入ってるものもあって、白い鍋とかもあります。台湾の鍋ベースは本当に美味しいから
買って帰るのおすすめです。火鍋のベース結構重くて、まあ、たくさんは買えないかもしれないから1個2個選んで買って帰ったらいいと思います。今回何にしようかな。やっぱ辛い方が欲しいから酸っぱい方も捨てがたいな。もうこの中みかんのシリーズがすごく美味しくて選べない。こういうちょっとあ体温まるタイプの鍋もありますね。生姜と鴨のスープとか羊のスープとかで、今回ちょっとこの食べたことない緑の唐辛子の辛いスープにしてみたいなと思います。またあの感想を知りたい人は私に聞いてください。で、続いては漢方のコーナーもありますね。あのスープに入れたらそのまま漢方のスープになるセットみたいのあるので、漢方のスープを飲みたいときはこういうの買ったらいいと思います。今回なんか買って帰ようかな。これかな、スープ天丹。美味しそうだね。それにしよっか。スープ天丹好きだから今回はスープ天丹にしたいと思います。クラスが一番好きなコーナーに来ました。台湾の調味料コーナーです。粉類の調味料ですね。いつもウラセこの胡椒大量購入してます。いつも買ってるのがこの胡椒塩。あの台湾の盐酥鸡が好きな人だったら多分わかると思うんですけど、その台湾の唐揚げの上にかけてるあの塩が美味しくて、そういうのがこれですね。違う、これじゃないの。ニンニクとかこれじゃないんだよ。フォーチキンって書いてるやつがある。それか欲しいチキン専用のものはないんですけど、今回はニンニク入りの買ってみたいとのことです。こういうの1個あれば料理がすぐ台湾の味になります。これも美味しそう。13種類の香辛料入ってる。いつも買わないやつ。これ美味しそう。それは煮込んだら卤味になる調味料ですね。あの肉とか卵とかをあの煮込みたいときにおすすめです。最近ね、炒め物にも使ってる。なんか適当に味付けできるから台湾風な味になるんですか。うん、美味しいよね。これボピーラージャオって言って唐辛子だけど、あの皮がなくて、で、あの漬物なのでそんなに辛くなくて結構特殊な辛さになってるものです。ですごく美味しくていつも台湾帰ったら買います。ブランドはいろいろあるんですけど大体同じやつで、このこれ一番人気で、ほら金蘭が一番老舗かもしれないですね。これがおすすめです。買うんですね。うん、あとエリが好きなのはこの愛滋味の芋水。これ超美味しいの。あのミャンマーみたいなものだけどちょっと辛さがついてて、なんかやみつきの味です。日本人にとってのなめたけみたいな感じだね。なめたけの味するの。味全然違うけど、なんかなめたけぐらいのなんか気持ちで食べてる。なんか家にあるとちょっと嬉しいやつみたいな。まだエリの家にあるから今回は購入しないんですけど、このアイツウェイのものが特に美味しいです。あとこの豆腐ルーも美味しいですよね。味噌ではないんですけど、ちょっと発酵してる豆腐でご飯と一緒に食べたらすごく美味しいから、あの料理に使っても美味しいからおすすめです。これは特に老舗のブランドとかはないかな。どっちでもいいかなと思います。ママのおすすめ大豆のあの湯葉みたいなもの、同じ漬物にしてて、あのお粥とかと一緒に食べたら美味しいから、台湾の人の朝ごはんによく食べます。かまい可以吃饭。 OK、 購入決定。プラスで何か買いたいものあるの。日本で台湾風ファンタンを作りたい。めっちゃいるやつ。ローソンは日本に持って帰れないんですけど、肉はダメだけど魚だったら大丈夫なので、もしローソンを買いたかったらこの魚のやつおすすめです。台湾にいるときはローソン行けるけど、日本に持って帰るときはこれ。これあるとめっちゃファンタン台湾風になるよね。
そうだね。しかも魚と豚肉そんな味変わんないよね。おにぎりにこれだけ入れてちょっと塩かけて食べるだけでめっちゃ美味しい。大好きな麺のコーナーに来ました。台湾の麺はいろんな種類あってすごく美味しいです。私が好きなブランドはこの台湾お酒のあの麺ですけど、ちょっとこれお肉が入ってるから実は買って帰ってはいけないんですが、あの台湾にいる間ぜひ食べてください。こういうのだったらあの中にお肉入ってないから、汁なし麺だったらお肉入ってないから、こういうのなら買って帰っても大丈夫です。これも美味しいし、それミーセン、これも美味しいし、でこのブランドイーメイっていうブランドは台湾の人も好きなあのちょっといい食べ物を作っている老舗なので、なんかわかんないならこれ買ってもいいかもしれない。でも味的には多分安全な味してるから、まあこのこういう蒸拌麺っていうブランドとかも美味しいし、まあちょっと他の試してもそんなに私今まで外れたことはないかな。あとこのアスの乾麺だったらもう人気であまりないんですけど、このブランドもすごく美味しいです。台湾の人麺が大好きなので袋麺のコーナーがやばいぐらいいいです。とこういう杏仁豆乳とか夏ドリンクとかも美味しいです。ごまの粉とか、まあ、レイチャーとかだったら日本にあまりないですね。何取ってるの？可乐果。ママが大好きなおやつ。これすごく美味しくて、いつもあの台湾から送ってもらってます。ママ小时候的零食。ママの子供の頃からある台湾のおやつです。いろんな味があるんですが、まあ何でも美味しいです。我们小时候原則の時にこれ食べるので、あのもし台湾に来たらぜひ食べてみてください。あとこれが好きな台湾人も多いと思います。イーメン小泡芙、あの日本のコンビニでもあるシューみたいなものなんですけど、なんかもう昔からあるブランドでいろんな味フレーバーがあって、エリー実際大好きのこれいちごチョコレートエリーの小さい頃から食べてる大好きなものです。これ1個開けたらもう止まらなくなるぐらい美味しいから、ぜひ買ってみてください。卵巻きもうすごく美味しい。なんかほぼない。卵とケーキのコーナーで焼いて巻くものです。いろんな味フレーバーがあって、同じこのイメのが一番人気です。これも美味しいです。コンチュージュン新品、中に甘いあのソースが入ってるからすごく美味しいです。ちょっとこれ今回買おうかな。終わりました、買い物。たくさん購入します。番外編、なんかこの黒い人がついてる歯磨き粉が台湾の昔からあるブランドで、日本の方ではないかもしれないけど、なんか海外の方が来てたくさん購入するの見たことあるから、これある、これめっちゃ安い、これ購入する。この歯磨き粉日本ですごく高いのにここ安い、ぜひみんな買ってみてください。3本購入します。皆さんもし台湾のスーパーに来たらぜひいろいろ自分で探検してみてください。台湾の食べ物は結構あの生産の基準が厳しいので、そんなに食べたらお腹壊すようなものはないと思うから、ぜひいろいろあのスーパーで買ってみて食べてみてチャレンジしてみてください。日本に持って帰るときはちゃんと規制を見てから買った方がいいんですけど、まあお肉が入ってないものとかだったら基本大丈夫なので、ぜひスーパーに遊びに来てみてください。お会計して家に帰ります。好吃吗？好吃。美味しい？美味しい。